あ、よし、久しぶりにロールやるか。まあロール普通にやってたんだけど、放送ですんの久しぶりやな。ちょっと待ってな、タグとか変わってないか。準備中。よいしょ、ロール。リーグオブレジェンド、何しよっかな。ブリッツやるか。デラスやってもいいかなと思ったけど、あれ俺放送ついてる、これあれ放送ついてないな。待ってね、よいしょ。あ、ついてるな、よいしょ。パイク嫌いだわ。でも使えたら強いだろうな。今日はラックスからやるか。はい、お願いし、よろしくお願いします。まあミリオとか押したいんだけどな。ソラカこの間やったんやけど、俺のソラカはな、プレッシャーかけれなくてな、連戦押し切られて負けちゃうこと多いから。今ソラカ弱いのか、使い手の問題かな。まあまあやってみよう。とりあえずラックスやし、向こうもラックス、こっちもラックス。まあまあまあやろう。リンだろ、こっち。ベイン。縦上がってるか。画面がバグるな、この対戦相手の。読み込み中になっちゃうね。光、ラオイ。ラオイバフ来てなんか見る機会が増えたな。マップ変わってさ、なんか触手が届かんけん、ラオイ大変みたいに聞いたけど、なんかラオイの触手の、距離が伸びたんだろう、確か。射程が伸びたから。それでなんか一気に強くなって、引く率が上がったんかな。わかんないけど。やりました。うサモナーズリフトへようこそ。ああやるよ。
1戦目で大体に運勢が分かる。出撃まであと30秒。ここにいたな今。あれタップらへん。ジャングルが遅いからな、しょうがないよな。あかりは見てくれてる方だよな。ミニオンが出撃しました。手がかじかんでる。なんか今日も疲れだ。疲れが抜けねえ。いいんじゃん、ここいる。来たぞ。耐えられてんじゃん。大丈夫かこれ。怖いぞ。ああ、そういうことするか。うぜえ。まあ別にいいや。ナイス。敵を倒しました。オッケーオッケー、やれるよそれ。やれんか。まあまあいい、オッケー。タラッタッタータラッタッタ。ちょっと俺が不用意に前に出すぎたな。ちょっと触りすぎかも。これまずいね。味方が倒されました。ちょっと下がろっか。あーこっち行く。この道を照らす。こう寄ってるよ。上がれ。あーよくねえ。こう来てる。敵を倒しました。増えるよ。出る。下がれ。行くなってそっち。ああ。よくない。ガチでよくねえ。帰ろう。大丈夫か。俺前出るわ。上がっていいよ。ジャングルの重りもしないといかんし、大変だこれ。これ痛い。当たんねー。これ回らないわ。打ちすぎた。危ない。大丈夫かな。
あぶね。惜しい。一回帰ろう。CS 無駄にした割には一等 CS はそんなついてないからあんまプラスになってねえな。多分帰ったと思うんだよな。この予想では帰ってる帰ってる帰ってる。イブリンがなあれなんだよな、ちょっと嫌だな。レベル6になったら来るだろう、あいつ。行かせるな、次に行かせるな。オッケーオッケー、ナイス。ここで CS を取らせるな。いいね。なんか行く？ナイス、来てる。いいね。うちに危なっ。ここ安心安心、いい子行く。あんこいつしつけ。危ね。危ね。あれ。敵を倒しました。ナイス。いいね。これあれだな、なんだっけこいつ、ブライヤーが敵を倒しました。うまくここにいてくれたけよかったね。あれガチで俺は普通にスキル当たって困ってたけどレイトになったな結果的に。っていうかあれなんだよな、でまたヨネがいいね。ヨネ来るかもな、また当たんねえ。これベイン避けるのうまくね、当たんねえんだけど。あー来てる。ペイン帰ったろこれ。あ帰ってねえわ。いやーこれあれだな。避けれねえ、ごめんな俺当てれねえわね。
いて消えた、ごめん、あれあれあれ、いて、いて、あぶねえ、帰ろう。味方が倒されました。ナイス、うまい、ヘッドインうめえ、ゆっくりでいいや。これこいつにスキル当たんねえな、格上だっけ。ゆっくり片付けていこう。いいな、今んとこいいぞ。上手だ、ケイトリンが上手。この世の闇を照らし出す。スキルが相変わらず避けれねえけど、こいるな。後ろ暗い秘密、私のは眩しい秘密よ、うん、まずい。で、で、ここいなかった、今。危な。出てこ。あなたのチャンピオンが倒されました。やれるやれるやれるやろう、それナイス。あやれんか、ああやー、ごめん、俺も俺のミスでもあるな。やられたな。いやー無理ですね、これ。限界を超えてみせるわ。ある？あ、危なっ、うぜー、いやーごめん、死んじゃってるな。そう、イブリンにやられてるな。
おいで、ここいで。ここ。味方が倒されました。ああ、見えてねえ、これで。敵のランページ。ああ、ダメだ。ああ、いいね。まずい。リブリンにマジで好き勝手やられてる。ジャングルも入ってる、入られてるし、どうしようもないかも。敵のアンストッパー、うん、ダメだな。味方のタワーが破壊されました。ボトレーンも壊されちゃったね。多分ここら辺に視界がめっちゃある。これ壊してたら多分また来ると思うんだ。うん、来てくんねえもんな。味方のタワーが破壊されました。ああ、味方が倒されました。いって敵のダウンキル、シャットダウン。味方が倒されました。いやきついな。これどうしようもないなぁ。普通に負けてるダックスに。いや怖くていけねえ。期待がない。あーこれいけねえ。全員がクソ強いし。敵のランページ。いいな。無理だこれ。イブリンがもうピカッてやってる。前に出れねえ。いやあどうすっかな。イブリン強いな。マジか。いやー何もできんね。これ以上いけねえ。ジャングルに行けません。怖いです。誰かと一緒にじゃないと。あれも取れねえな。失敗も取りに行けねえ。ああ。
いやー、視界取ってほしいなぁ。いいか。いやー、ここら辺多分視界取られてんだろうなぁ。あー、これ。バロン攻撃してくれ。いやー、無理か。ちょっと無理か。いやー、これ、いけねえ。イブリンいそう。どこだ、イブリン。ケイトリンもね、もうそこまで行かない方がいいと思う。イブリンが多分いると思う。うん。上がらんと死ぬぞ、俺ら。危ね。危ない。痛い。味方がタワーを破壊しました。おい、マジうめえな。当たんねえよ、スキル。いやー、どうするこれ。うん、やば。マジ。敵のドミネーティング。危ねえこれ。敵のダブルキー。ダメだ。ちょっと勝てないな。ジャングルの視界が取れてねえから何もできねえ俺ら。いやマジで。マジでどうしようもないな。うな。ああ、それダメだな。出ないよ。ああ。敵を倒しました。この世の闇を照らし出す。闇を消え去る。敵のレジェンダー。うん、終わるか。いてー。うん、乾杯だ。ディフィート。スキル当たんねえな。ガラクスやろ。
ケクマイチガル、うん、ボーストビエウェアス、どうした、フレイドゲヒ、あああれか、業者か、業者はいらないっす、バイバイ。ドランシールド、メタ、これなんかかなりもう怖いんだけど、これ怖すぎる俺、これいやー行きたくねー、これドランシールドありなの、これわかんねえけど、俺の初めて見たけどドランシールド、なんかうーんって感じだな。こっち見てなくていいのかな。てかもう剣が遅いんだよな。もうそれはしょうがない、入られても。わかんねえ、これ。見てないもん。入られてもしょうがない。ミニオンが出撃しました。これはエズも行くわな、連戦にな。怖くて行けねえよ、俺。ああ、アンティオンか、これ。え、どこ行ってんの、これ死ねえの、これ死ねえの、ダメだこいつ、意味がわからん、行かなくていい、こいつの剣のやってることがよくわからん、俺はもう粛々とやろう。パンティオンがいる可能性もあるから、これ見て、いないね、じゃあ入っていいね、入るよ、上がって、あーこれでいい、入っていい、ここいるよ、待っていいよ、ゆっくりでいい、ここいるぞ、うん、入られたか、急にフラッシュの可能性もあるから、ここは注意、あ注意だね、ま、注意注意、あんまり引き気味で、うん、いやここ入れねえよ俺、ごめんけど、怖くていけねえもん、ごめんけど、敵を倒しました、ナイス、これはもうアフィリオス一択だ、攻撃するの、アンティオンにかまけてたら結局どっちつかずになっちゃうから行かない、ナイス、いいね、悪くね、当たんね、ごめん、調子乗ったな、まあ、あと押して帰ろう、押して帰ろう、なんならやり合ってもいいぞこれ、うん、どうせ俺ら帰るんだからやり合ってもいいぞこれ、ダメだ、帰ろう、これでいい、帰ろう、帰るよいい立ち上がりかも。さっきボコボコにされすぎてさ、どうしようもなかったからな。ゲーム後半まで生きてえわ。ね。ほんま。ごめん、これドランシールド、不安とか言ってたけど、エズリアル上手だわ。メタなのかな、ドランシールドスタート。有識者教えて、ドランシールドスタート、ダメージ出ないと思ったけどな、スキル取れたな、あでもあれは結構俺のスキルも当たってたし、全部食らったもんな、パンティオンが、そのせいだと思うよな、やべ
ってるんですか。あー、かもしれない。ないな、わからん。怖くて怖い、怖くて怖くて。いない、ないか、いない。おも、わからんな。取れる？エース取るの難しいよな。あ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。いや、これ CS と結構落としてるから、そんなに考えてピックじゃないかもな。メタとかじゃなさそうだぞ。ああ。こんな感じがする。ああ、いるわ。当たってるわ。悪くね。いけな、ほいる、ほいる。ゆっくりでいいぞ、俺ら。お、やっぱ来たか。だからなんだって話した。俺じゃなくて、ADC に入らない分、あっちだ。全然余裕。ああ。そうだ、飲む、そう。うん、勝ちだな。ダメージ取れても勝ってる。問題ね。うん。ん？あれ？許さった。ちょっと俺あれ置いてくるわ。コイル。悪くないな、全然悪くない、むしろいいわ。ただ CS は取れてないな。ちょっとそこが気がかりか。ならうわ、敵を倒しました。味方が倒されました。エンジードあんま行くと良くないぞ。下がっていいな、下がっていいと思うけどな。押させよう。俺らあれがないもん。待ってな。おすっけ。押させるまで待って。それ行くのか。バレてると思うけど。これで行こう。
敵を倒しました。これいけると思うぞ。もう あいつ帰ったぞ。あ、何だこいつ。もううん、もっと強気でいっていいと思う。いや、ほんと敵を倒しました。いっていい、強気にいっていい、マジで。もっと強気でいいぞ。戻る、まあ、別にいいけど。帰ろ、はい、帰ろ。何してんのこれ。ダメだ。シャットダウン。こいつダメだ。敵を倒しました。よくないな。入ってないもん結局。なんで帰らんかった。マイプリンして生きる間に帰っときゃいいのに。まあいいや。結果これか。キリングスプリー。まあいいや。ちょっと不安やな、やっぱ。これ、結局まだ、あれしかしてないから、一生しかしてないから、一生というか、1キルしかしてないから、負けるぞ。油断したら。多分いるんだ。もう帰ったんじゃない。帰った帰った、行こう。帰ってねえわ。ああ、いる？いない？どっち？これいるだろうか。うん。あぶね、上がれ上がれ上がれ、やれるやれる、倒しました。ナイス。まだいる、まだいいよ。こいつらいけるいけるいける。誰んかこれ。ああ、まずいか。ああ、もうちょいやれるぞそれ。おやれね。敵を倒しました。やれるやれる。あ、いる。パンチョもやりたかったな。まあいいか。限界を超えてみせるわ。やっぱさっきのベインがすげえスキル避けてたもんな、うん、当たんなかった。今回は当たるんだよな。これやっぱロルのこの熟練度というかセンスというかめっちゃ差が出るんだな。難しいよこのゲーム、マジで。わしはちょっとミッドによっていきま、あ、やれなかったか。わしはない。
いないか、危ない、いる。あれるぞ。あ、俺これでしてるからお前ゆっくり取っていいよ。いれ。食らいすぎたなこれ。やれるぞ。ウルトない？あ、ウルトないか。もうちょっとなんだか。入ったかな？これは入ったかも。試しに、当てるっぽ。当てるっぽ。上がるか。負けてるロールは面白いんだよな。負けてるロールはクソつまんねえけど、負けても面白いような試合がしたよな。あの後半までもつれて、だいたい序盤で決まっちゃうよな俺らのランク帯だと。だから圧勝か完敗が多い。うん、だから良くないんだよな、多分。ないか。置いとこう。いるな。怖くていけねえな、俺。え、ちょっと。えらいな。これ持ってきてんの偉いな。珍しい、初めて見たこの ADC でこういうの持ってきてるの。いるわ、いる。うん、お願い。やれるぞ。危な。痛い。食らいすぎた。あとはジャングルにこいつに気をつけりゃいいだけ。やろう。痛い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 。あー、無理か。行く？行かない方がいいと思うけど、行くなら1個いるな。シャットダウン。出る。こっち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 。ああ、やられた。まあいいや。トリプルキル。まあ勝ち勝ち。後ろ入られちゃったな。
敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。ロガスがちょっと硬いぐらいかな。あれ、俺らこっち行っていいっすか。味方がタワーを破壊しました。エリアさんサイド行ってもらっていいっすか。ありがとう、ありがとう。分かってくれると嬉しいな。まずいぞ。おお、勝ったか、すごいな。やる？オッケー。やらない？これやらんの？やらん、やらん、これやらん。変だろ。ああダメだ。ああ。私の行くところ、どこでも光がついてくるの。おいで。味方が倒されました。してほしいんだけどな。あ、見とる。ダブルキル。生きても負けないようにしないと。全てを照らすわ。闇よ消え去れ。ああ、ここいるわ。多分パンキンはどっかで見てんだよね。上がった。ここいる。取って、これ取ってくれ、これ取ってくれ。俺は取っていいの？バロン取ったのになんかバロンを生かせてないな。なんかな。キリングスプリー、シャットダウン。サイド押しすぎなんだよな。味方がタワーを破壊しました。切ったな、イリシア先輩。普通にボットレーン押したからミッドとトップをゆっくり押せばよかったのに。合ってる時ほど慎重に行けばいいと思うけど。盤石になるよな。生きて死ぬとバスが揺れるから、せっかくこんだけなジャングルがパーつけてるから、俺らもシャクシュクシュクとやればいいのにな。これ取ってくんねえの。あ、無理か、間に合わんな。結構お前エズリアル CS 取れてないから。あ、こういる。お前シース取ろうな。味方が倒されました。うん、シース取んねえと
だいぶ差ついてるよ。よくないな。チース食ってマジで育ってくれんと困ります。マジでほんとそれ。俺こっち行くわ。これで行っちゃダメ。これで。行くな。危ないって。敵を倒しました。しました。レジェンダリー入るか。敵を倒しました。あっとレジェンダリー。ああやれるな。味方が倒されました。うん、味方がインヒビターを破壊しました。だってお前そっち行ったんならそっちやれよ。なんか合わんな。これやれ。やらんの？どっちだ？よくわかんねえ。うん。おさん、シース取ってくれよ。そろそろ危ないな。やろうか。危ない。そろそろ危ない。味方が倒されました。イレリアさん生きっとるね。これは死ぬわ。生きったやつから死んでいく。私の行くところ、どこでも光が見えた。味方がタワーを破壊しました。レジェンダリー。ダンテージ。よし、一回帰ってもいいが、これだろ。ちょっと一回帰るわ。補充してくる赤ワード。赤ワード買えない。買えない。味方がタワーを破壊しました。一回下がるべきじゃね。2対5はきついと思うけど。これしね。こんだけしっかり取ればどうかな。ごぼうだけ俺破壊してくるわ、はい、あとはバロン側の視界取りに。怖いなちょっと。あっホイールアンティオン、ここなら視界取れるな。ほい、視界を取ることに快感を得る。これ狙われそう。ありがとう。いたな、あかり。今、ここら辺にいたぞ、あかり。うん。いる。やれるんじゃ？うん。したら反転しよう。
あ、いい、いい。来てからで見えてないもん、これ。ああ、これ。帰ろう。やれ？やってもいいぞ。やるか。終わりじゃねえもん、これ。終わりだ。はい、終わろう。終わり終わり、終わらそう。味方がタワーを破壊しました。アイオニアのために、はい、終わらした方がいい。味方がタワーを破壊しました。力尽きました。よし、ちょっとバランシールドは不安やったけど、うまくやってくれたな、イズリアル。ありがとね。さっきがクソもんね、巻き方やったで。よかった、解消したね。あー、お腹痛い。お、S プラス、いいね。やめるか、ラックス。一生いっぱいで終わります。ゼラス、お楽しみゼラス。俺も本当はなレルとかノーチとか使いたいんやけど、いかんせんさ、俺らのランク帯というか、もうなんて言ったらいいのかな、ノーマルでもそうだけど、 ADC が俺もそうだけど当たり前の動きができないから、タンクで行ったとしてもなんか息が合わないんだよな。前張って耐えてるから攻撃してなんか CS 取っちゃったりするから、やっぱね、俺も ADC やるとそうだけど、今の俺らのあれだと CS 取るのにいっぱいいっぱいになっちゃうから、なんか結局負けるんだよな、その、サポートも ADC も攻撃できる二人の方がなんか勝つんだよな。多分、ランク戦とか行ったらちゃんと、それこそタンクとかフックとか使った方が多分いいんだろうけど、なんか俺ずっと最初レルやってたんだけど、ブラウムとかさ、なんかうまくいかなかったな。知ってる人とやるときとかは絶対タンクサポートの方が強いと思う。息が合わないよな、だから ADC とガチャになっちゃうから。さっきのイズリアルとは結構なんか あったからよかったけど、ノーチとかね使えばよかったか、レールとか。メイジが好きっていうのもあるけど、サモナーズリフトへようこそ。レールも使いたいんだけどな。セラフィンか、ミニオン出撃まで、セラフィン。ああ、これね、カリスタね、なんかいっぱいシュン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 って反復横跳びしてくるやつだろ、で槍投げてくるやつだろ、槍っていうか一つ武器か。これ苦手だわ。てかあんま戦ったことない。スキル当たんねえんだよなあいつ。ワンチャン当たらん。カリスタよりもあれか、セラフィン狙うか。俺のゼラスなんかスキル当たんないともうどうしようもないからな。分かんない、見てないから。
入られてたらごめん。俺らのは知りません。そこまでは。それだけ抑えたけど。だからな、難しいよな、やっぱ。あんま調子なくて前に出ないようにしよう。で、これ名前がどっちもあれだから、なんか嫌な予感はするよね。うん、なんか嫌な予感するわ、これ。強そうな感じする。ファーストブラッド。ああ。危な。当たって。当たんねえ。うん。いけ。ああ、むずいな。これ下がって。スピードを出させる。危な。下がっていいよ。これミニオン痛いよ。うん。ちょっとミニオンシャワー浴びちゃったね。味方が倒されました。よし。グラフィンでもいいな。当てやすいわこっちの方が。ああでもよく。あどっちのメイジでダメージ出すならありなのかな。これちょっと有識者に聞かないかな。ああ、ありかも。カリスタに当たるな、今日。ただちょっと、マナがない。パッシブ使おうか。うん。避けられちゃうよ。ウィゼ。何やこいつ。当たったろこれ。痛い。学んない、学んねえんだわ。痛いすぎたんだわ。うん。使いすぎたな。相手結構下がらんから、ヒル狙えると思うよ。そんなことない？危ない。危な。うん、行くぞ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 。行けるぞ。敵を倒しました。ああ。今か。上がってるよ。敵を倒しました。ダブルキル。ごめん、キル取ったのは、なんか、キル打ってくれんかったから取ったというか俺がとどめ刺すしかないかなと思いました。すいません、悪気はないんです。ミスコーチュンさん逃すよりいいかなと。でして、え、これ押して帰らん、押して帰ろうぜ、ここだけやろう。うん、で帰る。押したよ、押したな。それで帰ろう。あ、うん、これで帰ろう。よしよしよし、これでいい。燃える燃える、いいスタート。ただミスコにキル入ってねえのか。ああ。ごめん。最後のセラフィンはもっと待つべきだったかもな。ごめん。ミスコに悪いことしたか。でも、僕、もう、ミスコなんか全部、スキル打ってたからな。E も Q も打ってたから、届きそうになかったから、Q でやっちゃったな。バイガー結構見てくれてるからここいるな。危ない、危ない。これで十分十分編成した。多分ここら辺にあるんじゃない。ああ、いいね。これ勝てるぞ。さすがに。うん。危な。やれるな。敵を倒しました。うん。やっちくれ。ワンチャン。
またやれるぞ。痛いん、痛いんご。なんかもう使ったの、それ大丈夫？下がってん、下がってん。なんか同じ感じ、感覚の人っぽいから心配したけど、そんなことはなかったな。これいけるぞ。あー、いや、いくらいくら、危ない。あー、やれるやれる。ただマナがない。毎年恒例、あ、毎年恒例、マナがない。キリングスプリー、やれるんだけどな。やれない。やれるよ、やれるよ。あー、うまくいかんな。あれるよ。あ、ナイスナイス。さすがに今のはやれたな。ミリやったし、あとはセラフィン帰らそう。当たった。よっ、危なっ、あぶねえ。当たった。帰ろっか。帰ろう。帰ります。十分だろ。一方にね、キルも入ったし。お腹痛い。痛い。え、みそのウルトができたか。いるよ。これまずいか。ダブルキル。いる。これでいいかな。あ。敵を倒しました。スマイル打ったか。じゃあいらんかったな、俺の好き。サイルゲン。ちょっとやるか。俺は一向に構わんよ、別に。もうどうせ帰るならスキル打ちまくって帰ろうぜ。痛い。ね。これもう帰るタイミング失ったよ、俺ら。うん。なら、打ち切って帰ろう。押し切って帰ろうぜ。うん、あと全部取って帰ろう。あー、どんどん来るな。押し切って帰りたいけど、あー、痛い痛い。やめてけろ。いや、やめてけろ。ほらさ、悪いスライムじゃないべ。キリンスプリー、気の毒になってきたかも。いてててて。押したら帰るよ。やろう。あ、取る？取ってもいいよ別に。シャットダウン。あ、リードしてるからのんびり行こう。あ、これ靴が先か。ミスったな。いや、違うな、ごめん。まだミスった。これだ。あ、トイレ来て。
ウルト一応上がったけど、エリアにぶち込むか、ありか。まずいか。まずい、それ。あー惜しい。と俺の Q がミスったな。やれたぞ今。大丈夫か、ついていけねえ。ああなんだ、行かないがいい、行かないがいい、死ぬぞお前。ああ味方が倒されました。よしこいたな。後ろでミスオがタワーで死んでたから帰るべきだったね。シャットダウン入ってないっていいか。味方がタワーを破壊しました。いるな。一応キル範囲ではあるで。いけ。いねえな。あれどこ行った？痛い。体が弱いからな、ゼラスは。死んじゃう。死んじゃうよ。視界ちゃんと取って。いけるな。まだ笑うな。終わってないんだから。早い。いけるのは早い。白い歯を見せるな。見よう。はい。こっち行くわ。あ、行く行く。ごめん。でもいいぞこれ。こいつ咎めるぞ。終わった。よし、完勝。ちょっとトイレ行ってくるね。
よいしょ。あ、ミスソかな、くれたの、ありがてえ。あれ、俺ミスソにやりたかったけど飛んじゃったか。ああ、ミスソじゃねえんだ。まあいいや、ありがとうね、ミスソちゃん。楽しいゲームでした。やっぱ勝ったら面白いな。LINE が来たけ、何しようか。あ、ゼラスだと勝てるんだよな、正直。ただあんまりちょっとな、最近明治ジャンプばっかやってっから。ブリッツもやりたいんだけどな。ブリッツだと試合動く、なんだろうな、動かせるんだけど、なんかサポートにも及ばないところまで行くんだよな。ゼラスの方がなんかダメージ出してるから、してやった感はある。これはもう完敗だったな。ああ、相手がもうこの人上手かったね。全然当たんなかった、スキルが。俺がプレッシャーかけねえんから ADC もやりにくそうやったな。これ悪、これマイバット。上手いもんな、俺。17-04 とかしてる。上手い人だ。で、ベインがちょっと、なんかブリンクがあるから当たんなかったね。こればっか積んでるな。これなんだっけ？ザズザグ。やべ、ちょっと待ってな。LINE 返したのか。よし。8時。実践して終わるか。あんまりずっとやるもんじゃないな、ロールがな。もう一回ゼラスで。ゼラスデーだ。調子がいい、なんか、ゼラスの。勝てる日だ。なんか相手が強そうなんだけど、プラチナノーバリやけん得意ロールとは限んないからな。デリラカンだよ、これ。プラチナのラカンってやばいんじゃない？わかんねえけど。あー、怖いな。こっちはイズリアル、ヤスオ、バイ、アレン、ゼラス。あー、どうなんだ。ゼラスピック嫌がられて勝ちたんだよな。やろう。あ、でも硬いっちゃ硬いか、この二人いるから。あと安尾、ラットミアが育たない。あ、ビエゴが手で取っちゃうと怖、おかしくなるか。サイオンもいるしな。あ、やべ、ごめん、待ち、あれ買うの忘れた。ごめん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 、買うの忘れた。ミスった、ミスった、ミスった。ごめんごめんごめん。あぶねえ。ごめん、これでちょっと怖いな。ここが怖いな。ここ怖いな。ミスったな、ごめん。悪かったな。いきなりスタートでこれやると無理だよな。ミニオンが出撃しました。悪かったな。バイにも悪い。というか怖いな。これもいけねえし。
バイもいけねえな。あ、ナイス。エズリアルはリーシュなしか。オッケーオッケー。じゃあ俺がその分殴るわ。あ、来た来た来た。リーシュすんなら。まあまあまあ、そっか。まあ別に1000なら1000でもいいんだけど。で、タンバになっちゃったな。ちょっと、うちのボットレーン、出遅れまっきっていきなりか。うぜえな。どうしていいこいつ。あ、いけるいける。これいけるわ。あ、いいよ、ゆっくりでいい。いて、ちょっとミニオン食らいすぎた俺。殴る。うん、怖かったな。ファーストフラット。うん。どっちが。いやー、これ怖いな。ちゃんとあれが切れてたら殴る。プラチナやけんうまいな。下がっていいよ。俺に狙ってんのか。これ危な。いてぇ、エズリアル殴ってくれ、もっと。殴ってくれねぇ。ついなぁ、足、ついんだ。危な。バカっす。ゆっくりでいい。これ負けるかもな。相手がうめえわ。敵を倒しました。アカンが上手。下がって。あ、これいいね。ナイスナイス。オートアタック。悪くないよ。え、なんでこれ来てんの。終わってるわ。ちょっと待って。あなたのチャンピオンが倒す。マジか。ナイス8 強引なダイブ。これなんかものすごい、なんか上手い人たち上位隊の感じ、香りするな、このディエゴと。まあでもこっちは得したからいいか。よしよし、悪くない。多分呼んだんだろうな。ディエゴ怖いって。怖いよ、わし怖いわ。敵を倒しました。押しちゃったのは痛かったかもな。あかん。あー、いやー、これ前に出れねえな。これ経験値吸っとくか。うん、お、経験値吸えるのかな、わかんないけど。エズリアルが来るまではゆっくり。
うまい。いいよ、別に行かなくていい。あがれ。出るぞ。あ。しっかり殴れてるから問題ない。ああ。ないない、問題ない。なんもない。あがれ、危ね、来るぞ。なんか嫌味の感する。ああ、あ。すごいな、プラチナの。あれのかけ方、プレッシャーのかけ方、えぐい。やれ、やれるよな、それ。あれ、やれないか。ああ。やれんか。まあ、しゃあないか。ちょっとセーフティーに行くか。もうこれ以上押したくないな。そうやけんな、ビエゴが。ああ。え、危なくない？行かん方がいいと思うけど、死ぬぞ。やるの？それ敵に取ってくれよ。俺、食られると思うけど、ほら、来てるぞ。俺、来てるって。ほら、来てるって。もうなんでやるのか。やめとったら絶対。危ねえ。視界置かない系ジャングルだな。事故るとこだ。エズリアルもいないしな。危ない。ああ、置かない系ジャングル。嫌い。わかったー、今。危ねえ。それ以上。ああ。入れ、ここ入った、入った、入った、入った。あれ視界取ってくるわ。くるくるくる、これくる、あぶね。くんねえんだよな、マチックのジャングル。ここにはあれさしといて、うん、でも勝てないな。タイトルか。
味方がタワーを破壊しました。あーこれ押したくねえ俺、また俺が狙われるんだろうな。エズリアルがなんか死んねえけどラカンを先に殴って ADC フリーで俺がやられるオチだな。これ見えるわ、行かない方が、押すのか、もう押さない方がいいと思う。勝てねえぞもう俺ら。あー帰ろうぜ。味方が倒されました。もうこれねウルトが上がるたびに多分俺に入られんだよ、だからもうどうしようもないマジで。行かん方がいい、死ぬぞお前、分かってねえんだな。なんで押すんだろう。アコビエゴいたわ、いるわ、俺に入ってくんだろうこれ。ああ前に出れんねえ、だいぶ来るぞ。あー助けて、あーうまくそどうしようもね、いけるのか、この試合。はいっす、俺一回帰るわ、取って。あ、ガレンめっちゃ勝ってんのか、じゃあいけるわあとは耐え忍ぼう。ガレンめっちゃ勝ってるわ、耐えて耐えてたね。ロットレン割られないように。危ないよ。ちょっとあんま行くな。ゼリー来るぞ。押すのはいいんだが、俺がいないとき押して、俺もなんか助けれるスキルはないんだが。まあでもあれか、ブリンカルケンいけるのかな。俺には。わかんないや、そこは。兵隊員。ああ、マジいて。熱くわ、こいつ。いじめられてるわ。動かんほうがいいな俺。レジェンダリー味方がタワーを破壊しました。シャットダウン、うまくそう。
これ。あれのシャットダウン誰に入った？味方がタワーを破壊しました。終わりかも。置かれすぎだろ、ここ。終わりだ。ボットにめちゃめちゃ置かれてんだけど。ダメだな。これ、ボットキャンプするつもりだ。絶対。出れねえ。ボットから。あ、これもう。だいぶ来るわ。多くて、マジで。狙われてるわ。ダメだ、これ。いけねえもん。無理だ。味方のタワーが破壊されました。ダメだな。敵を倒しました。終わり終わり。なぜいった。敵のドミネーティング。行くな。これ死ぬ。シャットダウン。ディエゴ来てるぞ。ダブルキル。よし。これもボットを破壊しようっていう作戦なのかな。作戦は合ってます。敵を倒しました。悔しいな。あのなんだ、ジャングルに一泡吹かせてえな。あいついつもボット来るからな。あのビエゴ殺してえわ。大ヒロミ。うまくチャンスを伺おう。バイがやられた。これ、ドラゴンの視界取るのがいいのかな。これやられたな。敵を倒しました。いや、ガレン強いぞ。味方が倒されます。楽な。味方がタワーを破壊しました。ヤスはスプリットブッシャーになったし、わしらはいかんせんただの血がないサポートですからね。何もできませんよ。いけないね。味方のタワーが破壊されました。多分どっかで多分ビエゴが俺を狙ってんじゃない。いけねえ、視界取れねえ。いや、いいよ、もう全員ミッドってどういうこと。誰かトップ行っていかないのか。よし、これでいいや。あとは痛い。え、なんで俺だけやってんの、ドラゴン。ウルトロ、ドラゴンの前でウルト打ってたら敵を倒しました。ドラゴンにやられそうになった。いてててて、仲間は誰もいなかった。これドラゴンやんねえの。あるよな、そりゃ。帰ろう。ドラゴンいて、帰ります。本部に抱っこだな、ガレンに。バリも普通に強いから、悪くないな。
俺がクソほど弱いだけで他のみんながキャリーしてくれてるからいっぱい死なないようにしないな。うん、これが目標やね。視界取りつつ、いっぱい死なない目標。あんまり、あれかもやけど、しょぼい目標かもしんねえけど。あれ？いけねえ、俺。ああ。いけいけ。間に合わないよ。危な。危な。あー、それ良くないぞ。よし、ざまあみろ。クソサポートめ。敵を倒しました。あー、あいつには苦しめられたから留飲が下がる。いや、うまいんだけどね、その分。ビエゴが多分いる。俺体弱いから狙われちゃったら終わるから、これ以上いけねえ。帰ろう、おとなしく。足体弱いんで帰ります。味方がタワーを破壊しました。いや、今ついていくべきだったか。ここにいたな、ビエゴ。これ判断ミスかも。ごめんな、ガレ。お前は体強いかもしんねえけど、俺弱いんだ。ビエゴと、この、ラカンが狙っていくんだよ。体弱い。うざいジャンプだからな。あ、やべ、ヤスオ死んだ。動くないね。ラカン後ろから入ってるよ。イズ！これも良くない、良くない。これ間に合うかな。撃っていけ。敵を倒しました。味方がインヒビターを破壊しました。上がった。撃った。危な。味方が倒されました。上がれ。敵を倒しました。殺せ殺せ。許すな許すな。勝ぜ。ナイス。ざまあみろ。イエーイ。ビエゴが来る。ビエゴ来るよ。上がるよ。危な。俺か。まあ、俺が死ぬ分にはいいか。な、下がれ。しょ、べ。頼む。よっしゃー。イエーイ。ざまあみろ、ビエゴ。これでだいぶ流に下がったな。やれたいことやれた。ラカンにリベンジ。うん。ラカンにリベンジ。ビエゴにリベンジ。まあ、周りがキャリーしてくれたおかげなんだけど。いじめられたからな。あとは、ガレンさんの背中に、奪われて、ガレンさんの背中を許さないことやな。ハイトリもあんまり激しくいくな。死ぬ死ぬぞ。死にますよ。ミスった。これ以上行かない方がいいな。これのあれをミスってね。やれる、やれるっしょ。味方が倒されました。やれないか。味方がタワーを破壊しました。どこいる、どこ行った。敵を倒しました。あー、逃がしたか。ドミネイティング。味方がインヒビターを破壊しました。
これガレンもそうだけど、バイが普通にうまいな。これバイのおかげで勝ってるぞ。なんなら、あのみんなのおかげなんだけど、ちゃんとドラゴンも全部取ってくれたしな。味方が倒されました。ヤスオもスプリットで貢献してるし、俺は最初いじめられたけどなんとか盛り返したしな。みんな貢献してるよきっと。あとは、次がなんかやばいドラゴンなんだろう。なんとかドラゴン、これをバスを許さないで勝ちたいな。バイについていけばなんとかなりそうやな。そんなことはないか。ゴッドライク、あんま行くな俺。気付けろ。ないな、怖いよ。まずい。レジェンダリーダブルキル。超える超える。終わったー、ナイスー。これはバレン、個人的にはバイかな。よかったよかった。いや相手のラカンがマジ上手くて、ディエゴが合わせてねいじめられちゃったけど出してくれたな味方、ありがてえ。バイだな、うまかったなバイ。あーダメージもそんな出てないね。まあ、相手がうまかったな。見るか、ちょっと反省も意味を込めて番の連戦見るか。怒られた、立ち位置が悪かったかな。反省、中断戦は船カリーのな、バスに乗ったから、あれだけど。相手のラカンがマジでうまかった。勝てたな、でも。違う、トップのそのキルのあれとか見えてなかったな。全然他のレーンの状況見れてなかった。ここ結構いじめ出たから ADC いいスタートだと思ったんやけど、まあやっぱなラカンがうまいわ。これちょっと俺が前に出すぎた。これ視点どうやって見るの。ここまで悪くなかったんだけどね。何回かその体力結構削ったけどキルできなかったのが敗因かもな。ちゃんとねこう今回は相手が CS 取る時を狙ってスキルかけたつもりではいたけど、うん、ちょっと中途半端になっちゃったかもな。どっちにそのADC なら ADC ずっと狙った方がいいな。これラカンにも結局プレッシャーかけないと下がってくれんと思ったからラカンにもスキル打ったんだけど、これ有識者はどういう動きした方がいいんだろうな。ちょっとラカンサポートにあんまスキル入っちゃいかんかったかもな。でこのラカンの Q がめっちゃ当てるからそれで回復されちゃってんだよな。で、あと、ラカンのその、E かな ?E かなんかの、なんだ、シールドか。シールド入ってる時に攻撃しちゃってるから、これも良くないかも。シールドがない時に、やらないといかんかったかもな。いって、マジで。これで、あれが、なくなったね。なんだ、スマイルじゃなくて、
忘れ、ド忘れ。スキル当たんねえんだよ、羅漢に。で、前めっちゃプレッシャーかけてくるから、これ殴んねえと下がってくんねえと思って、殴っちゃったな。痛え。ゼリがもうあんだけ減らしたのにもうこんなパワー回復してるから、やっぱ羅漢の Q ってすげえ回復するんだな。避けないとダメだ。なんか無駄に減らしたけど結局回復されちゃって自利品になっちゃったよな、うん。そう考えると羅漢も練習した方がいいのかな。うまいよマジで、さすがプラチナさんだね。うん、だから俺はこれ中途半端にどっちにもスキル振ってっから ADC が結局こんだけ体力で、これいきなりダイブしようとするんだよな。ほらここになんかあれを感じるよな、なんかほらゼラス狙えって言われてる多分。でも2キル取ったからこっちが得してんだよな。うん、いやよかったね、向こうがミスったね。体弱いから今狙われるのしょうがないよな。これでエズに2キル入ったのはでかかったね。でビーゴがこっからずっとボットに粘着すんだよね。いけると思われたかも、俺の拙い動きを見てこいつはカモだって思ったかもな。で反省して終わるか。こういう試合マジで反省しねえといかん。これだからエズリアルがこっちに復帰するまであんま前出るのも死ぬからな。経験値だけ吸うかと思ったけど、あんま経験値どこまで経験値吸えるのかなと思ってうろうろしてて、中見えんし怖いなって。お留守番しねえと迷惑かかると思って、ちょっと下がっちゃったな。これがレーンストップ、レーンフリーズってやつかな。さあれされてんだろこれ、レーン引かれてるから。これもうずっと ADC 狙うべきだったな。なんかこの羅漢のさ入りがすげえ堂々と来るから怖いんだよな。なんかえっジャングル近えのかなってなっちゃって下がっちゃビビっちゃってるけど、分かるべきじゃなかったかもな。ガレン強いな。ビエゴはビエゴでガレンにボコられてんだよな。しゃあねえ、これはもうボットで育つしかねえみたいに思ってんだろうな。ものすごい腹立ったほら俺ゼラス狙うぞって言ってんだよ、俺が下がってあやべえと思ってたけどもう遅かったこれ。これエズ君もねちょっと ADC 最初からやってほしかったんだよな。結局やりきれないこれ。あやれる、羅漢やれたんかな。いやどっちもやれてないんだよほらこれ。だから強引に入ってきたからどっちかやってほしかったよな。まあ死んだ俺はともかく言えんからね。それは多分エズ君も反省点だろう。多分 ADC 殴るかどっちかちゃんとするべきだったね。これはちょっとボットレーン共同責任ということで。俺はフラッシュも切ったし逃げなかったな。その割に、その間 F がフリーになったから、ね、ADC なら ADC ぶん殴って、キル取ってほしかったね。そしたら羅漢と1対1だったら、ワンチャンあったかもぐらい。だったね。これなんか、こっちが一方的にキル取られて向こうが完全に得しちゃったから、これ良くなかったな。あとは、ちょっと、変わっちゃうね、動かしたら。これね、視界取ってないドラゴンやったから、怖かったんだよな。やめようやって。視界取ってからやろうやって思ったけど、ビエゴが来なかったの、運が良かった。これ、ジャングルの勘でもう分かってたのかな？ビエゴが来ねえよって。これはちょっと俺判断つかんくてね、せっかく勝ってるから、で、ボットも別に押してるわけじゃないし、ヤスオも負けてたからね、ミッドで。これドラゴンきつくねえと思ったけど、
取れたんだよな。これ判断、俺の判断下手、ダメだったな。うん、あ、結構奥まで視界取られてんだな。でもなんかね、後からボットレーンキャンプするぞって言わんばかりにワードがめちゃめちゃ置かれるんだよな。これもね、本当は引きたいんだけど、プッシュレーンになっちゃったからな。勇気を持って前に出てるつもりではいるが、いかんせん体が弱いし、ラカンがウルト上がったらまたワンチャン一発で決めそうやったけん、これまでなんとか削ろうと思って一生懸命やってたんだけど、うん、視界も取ったりしたけど普通に取られてんだよな。またラカンが入ってくる。これもダメだね。ちゃんと ADC 狙わないと。シールドついてる時に攻撃しちゃってるから、これも反省だね。ラカン相手の時難しいな。シールド入ってる時に攻撃しないといかんのか。これでもう入ってくるって分かったから早めに撃ったけど、これでもうダメだ。うん。で、これもね、エズ君に取ってほしかったけど、一人も倒せなくて普通に負けんだよ。ほら、うん、よくないな。もうこれでちょっと負けかなって思った。普通に一人持ってってほしいと思ったけどダメだね。俺フォーカスされてどうしたらよかったんだろう。俺がこう下がって、うん、下がったらでも伊豆が置いてきぼりになるし、これちょっと有識者に聞きてんだよな。動きがちょっとで難しかった。ラカンが俺に来たら多分死ぬなっていうのは分かったけど、でもプッシュレーンになっちゃったから、プルレーンにするべきだったんだろうな。エズと話せたら、これ多分またラカンのウルトが上がったら来ると思うんで、なるべくプッシュしないでおきましょうとか言えればな、伝われば対処できたんだけどね。俺もミニオン殴っちゃってるからな、パッシブ回復させるために、あのマナ回復するために。これちょっと分かんなかったな。でまだチームがここでね、あのここら辺でやっとなんかトップめっちゃ勝ってんじゃんって気づくんだよな。ボットレーンがちょっと必死すぎてボット負けてるわ、もうこれ勝てんわと思ってたら、パッと見たらトップ勝ってるやん、いけるなってなった。だけど耐え、もうラカンの方がうまいっちゅうのも分かってるから、もうちょっとねえデス数減らさんとと思ったけど、またこれもプッシュレーンになってて、だけど押したら全部押し切らないとと思ったんだけど、なんかそれをうまくできなかったな。俺こんなビビって下がってんだよ。俺絶対ワンチャンまた入ってくるなと思ったから、この時エズがフリーになったとしても多分一人、過去2回さ、その、一人も持っていけなかったから、こっちが、なんか、こっちの完全な、その、不利っていうか、負けになっちゃうから、俺が死んだらダメだなと思って下がったんだよな。で、プルレーンになるのを待ちたかった。そしたらビエゴが、やっぱまたボットレーンにいいんだよな。で、ボットレーンやるぞって言って、エズが言ったけど、俺はこれ止めようと思ったんだけど、あ、これスキル外しちゃってるな。で、エズがやられるっしょ。うん。これちょっとエズくん、勇み足で行き過ぎたんよね。待っときゃよかったのに、安尾。うん。で、これで安尾もやられるんだよな。挟まれちゃうし。やられてないか。これ、11交換ならいいかなと思ったけど、めっちゃ殴られてんだよな。で、来てほしいって言ったけど、ちょっと無理そうだったな。なんだ、ダイブされるかと思ったけど。ビエゴ書いてたんだ。ああ、これはね、ジャングル経験してないから、あんまりジャングルの大変さがわかんねえよな。来てほしい、ジャングル来て、なんで来ないのってすぐ言っちゃいがち、言ってしまうけど、まあ、ジャングルしてる人にとっちゃ、そんな いけねえよってなるんだろうな。俺らでなんとかしねえと。
マジで ADC ないときはほんと弱いな、テラス。で、いつの間にか、ねえ、ミッドの下のところの川がお祭り会場になってたから、これも気づくの遅かったね。これマップ見れてない。これマップ見れてないな。これ俺が遅かったな、普通に気づくの。ガレンが来てくれたから、ドラゴン取っとこうかなって。ゼリーがまた押すやろうけん。あ、まあ、押し切ったんか。レッドチームがドラゴンを倒しました。ガレン帰れよって言ってんだな、ヤスオ、これ、多分。やっぱこうやって見直すと、わかるな、俺の下手さが。マクロってやつか。もうね、プレイ、なんだろう。もうね、アモリフあんまりやったことない初心者だから、動きはもう、うまくないからな。少し、マクロを磨かんといかんと思ってやってるけど。それでもやっぱ荒が目立つな。うん。ミクロは難しいよな。やっていく。うまくなるしかない。才能もあるだろうけど、間違いなく才能はないから。でこれまた来たんだよ、ラカンが。あ、これいい外したのダメだ。めちゃめちゃスキル当たらん。普通に入られて普通に視界取られてんだ。これどうしようもないな。ビエゴがまたボットレーン入ってきて、あ、これ俺クラッシュ食い切ったけどミスったね。これごめん。これ俺のミスだ。完全に。ADC やれると思った。ごめん。これ悪かった。これ前バット。フラッシュ切る必要なかったね。バイが向こうにいたから、バレて入られたんかな。荒らされてるな。でガレンがやべえと思って来てくれた。これありがたいな、ほんと。こういうとこはうまいね。あれ、自分のレーンだけじゃなくてちゃんとエズもやられると。これはもう俺のせいだ。俺から始めた物語だな、これ。これマイバット、マイバット、マジで事故った。せっかく勝ってるのにバスいらっしゃった。これ視界やべえと思った。これこんだけワードあんで、で俺ワードやってるとこ絶対来るなと思ったけど、ちょっと下がった。逆にやっぱいた、ビエゴが怯えてて、こいつまた来るわと思ってさ。でもうボットリンが壊される寸前だったんだよね。まあ、今回は守ったけどもうダメだと思って、エズリアルが間に合わないかなと思ったけど、で今度はドラゴン前で、でボット折れるぞ、行くぞって指示出てるな。やっぱこれで、あ、もうこれ折られると思ってもう帰るんだ。ああ間に合わん。エズリアルがちょっと間に合わないなと思ったから。下がってる、めっちゃ。これめっちゃ下がってる。でも、エズはいけると思って、これ捕まるんだよ、エズが。で、やられるんだよな。で、バイが行ったから俺も行ってるけど、ちょっとこれ遅かったな。あ、これ、ウルト打ったけど、あまり当たらず。あ、でやってくれたのでかいな、これ。 ADC チャットダウンがバイに入る。レッドチームのダブルキック、デラス狙うぞぐらいに指示出てんだよね。ラカンはもう俺で育つつもりなんだよ。 ADC を俺を ADC に食わせて。だけどもうひしひしとそれが伝わったからさ、もうこれ以上殺されちゃダメだなと思って、ここからビビりまくってプレイしてる。視界だけ取って遠くからチクチクすっかって感じだね。どうせ格下だから俺がこの中で多分。これはもう分かった。ただ、バレンとバイがめっちゃ頑張ってたから、それのバスをね、キャリーバスを揺らしちゃいかんと思って、シャットダウン。やってんだけど。で、なんか戦ってんだな。これ見てなかった俺。2対4で、やってんのか。アフラ死ねよな。思ったけど、ガレンがなんか結構頑張ってたような気がする。
これやっぱエズ君も俺も悪いけど、エズ君もちょっと悪いよ多分。うん、生きてたよちょっとエズ君も。ボットでもない、俺が狙われてる時にそのなんだろう、一人も殺さず、なんかどっちも中途半端に殴ってキル取れなかった時もそうだけど、これはもうお互い様、ボットレーンはあの天パンです一緒の一年卓勝です。レッドチームのタワーが破壊されました。で、そうだね、どうなったこの後。自分の反省するって珍しいな。まあ、まだ勝ってんのが、まあ、勝ってたな、そう。ホールド差はついてるから、ドラゴンも取れてるし、あと視界取んねえとよって。あ、向こうから視界取れって言ってんのか。これ H で、敵の視界マーク出せばいいのかな。これね、ウルト打ってたらいつの間にかドラゴンに殴られ続けてるんだよウルトの視界になってるから、あってなったらドラゴンにずっと殴られて、やべえってなって逃げてる。でも体力めっちゃ削られてみんな追いかけていったんだな。ドラゴンやってるけど、やってた途中でもう反転したんだ。ウルトに夢中で気づかんかった。これもダメだったね。いつの間にかファイト終わってた。もう一回サイドドラゴン取ろうって言ってドラゴン取って、俺もワードなかったから、あ、でもコントロールワード置いてくれてたんだな。で3体目を取れて帰ろうぜって帰る。この時まだキル1個も取れてないな。あ、1個取ってんのか。安尾がもうスプリットプッシャーになってんだよな。いつもミッドで敗れ去ったけど、淡々とサイド押して淡々とミニオン食って正気ついてんだよな、いつの間にか。安尾ってスプリット早いのかな。キリングスプリプライドファイトやってるね。ブラッドミア、あ、それは寄ってくるよな。負けた。シャットダウン入ったのちょっと怖いな、ブラッドミア。まあ、でもそのおかげで俺らバロン取れていけたし、これジャンプしようとしたけどなんか止めなかったんだよな。で、あれ慌てて バロンピット内に入って、来たら反転するかって。太陽ミスってんな、これ。これ危なかったぞ。80何分になってたな。ちょっとスマイト失敗したっぽいな。エズ君もちょっと最前線に行き過ぎないの。これ嬉しかったな。苦しめられたらあかんからキル取れたり。これはちょっとキルスティールしちゃってごめんなさい。でもこれでちょっと、ルーインが下がった。ラカンにやられたからな。で、ガレンについていこうと思ったんだけど、ビエゴがまだどっかいるし、どうせ俺また狙っていくんだろうなと思ったから、もう一回とりあえず、お金も1300ぐらいあったから、一回戻った。エズ死んでるし、とりあえず帰ってエズが復活したタイミングで一緒に近い取り行こうかなと戻ります。そしたらここにビエゴが見えたけど、あ、ビエゴそこにいたなら、俺もガレンと一緒に押せばよかったかなと思ったけど、あ、でもこれはいいやろ。どうせこのタワーしかまでしか行けなかったよ。次、で、次どうなったのかな。これプライドファイト、また安が負けたのか。あ、ビエゴが来ちゃったのか。これビエゴもちょっと育っちゃってんだよね。思ったほどもっとゴールド差ついてないと思ったら結構ついてんだな。まあドラゴン取ったから、あとバロン
バレンがもう強くてたまんない。バレン強すぎ。ワルタ俺はもうバスに乗ってるだけ。後ろから死なないようにしようと思う。いてて殴られた、いててってなって、でこれで2対2になって、うん、こいつは結構スキル外してくれたおかげでね、エズと勝てたんだよな。よしってなった。これはよかったな。ドラーって割って、ビーゴが来たぞ逃げろ、ビーゴが来たぞ逃げろってなって、 E が当たると、ここで E が当たる、やられるそうだったけど、これでも勝てるんだよ。なんかエズはやられたけど、ガレンが来てくれて、でこれで E が当たって、よしってなったな。これで勝っ、ビエゴとラカン、どっちにもリベンジできてよかった。ちょっと嬉しかったな。でも1万ゴールド差ついてんね。やっぱこれガレンサムスのか、ガレンが強すぎるな。ちょっとこれバス乗れ、でもバス乗れてるよな。俺にもなんか賞金がついた。あれから連戦1個死んでないからね。連戦ボコられたけど、その後うまくその目標通り視界取りつつ死なないっていう目標はできた、達成できたのかな。ちゃんと視界は取れてんだよな。これワードミスった。でもこれね、間違った。正直ドラゴンがもう湧くのにこっちの視界取ってんのはダメだ。これ間違った。こっちにみんなと一緒に寄って遅れちゃってるから、これバカだ。サポートギャップです。でもウルトでとりあえず参加だけはした。これ追いかけっこ始まるんだよな。ブルーチームのタワーが破壊されました。うまいんだよこの中、結局逃げ切るからこれ。うまいな。ドミネーティング。ブルーチームのリーキューターが破壊されました。アレンが押してくれてるから2人引きつけてんのか。追いかけっこしてるな、ここ。またプライ。安をやる人ってこういうメンタルの方がいいんだろうな。俺は何回でも死んでもいいぞって。その代わりキル取るぞっていうぐらいの気概じゃないとできないんだろうな、安。俺には無理だ、安を使うのは。で、4体目のドラゴン取れた。よしってなって。じゃあ次バロンやね。またバロンかな。あ、でもこんだけ差ついてたらもう、降りに行けたのかな、スーパーミニオン。あ、これ行けたんだ、行けるな、これ多分。普通に。ミッド押せばいいのに。これちょっと、まあ、な、判断が分かんなかったな。なんか知らないけどトップに行っちゃってるしな。次、バロンだと思って。で、またなんかここでちまちま視界取りに走ったんだよ。奥勝ってるからこっちの奥の視界取るべきだったかな。あのバイが入っていったから、俺もバイについていってから視界取るべきだったかも、これ。うん、レッドチームのダブルキル。まあ一応バロンするのかなと思ってここら辺の視界を取ってるけど、こっちの方取るべきだったな多分。やべえ、カレンがやられてるだったけど普通に勝つんだよ。レッドチームのダブルキル。よすぎる。ここにビエゴが見えた。あ、ラカンやったかな、どっちかな。あ、ラカンが見えたんだ。ラカンが見えたけどいるよって言ってで終わった。これ味方ギャップやったな。でもこれこう見るとやっぱ視界のその取り方とか反省点あるな。バイがこっち入っていったからこっちの視界取るべきだった。俺はいつもこっちばっか取ってる。勝ってるときは、味方が一緒に入れるときは、こっちの敵側の視界取ればよかったな。いや、でもよかった。気持ちよかった。連戦負けで、
最後勝てるのマジ嬉しい。よし、じゃあ今日はこんなもんにしとくか。じゃあロールはこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。